でちょっと、下で今ラッシュハブでね、コラボの撮影してきたんですけど、スパークミニのね、撮影してきまして、今休憩中なんですけど、このね1階のロックオン、僕は来たことないんですよ。ネットではよく見て機材とか買ったりしてるんですけど、そういえば来たことなかったなと思ってちょっと店内を行こうかなと行きましょう。ここはいろんな機材がねあるんですよ。ヘッドホン、スピーカー、ネットはね有名ね、ネットではたくさんもうすぐ出てくるよ。そうですね。こんにちは。イタリー多田さんです。どうも。ここっていつからあるんですか。はい、初めて来たんですけど、ね、店舗になったのが8年9年ぐらいです。それより前はまた別の建物にあったんですけど、最近は需要多いんじゃないですか。これ系は多いです。巣ごもり需要に始まって、ちょっと家で撮りたい、撮りたい、いい音で聞きたい、はあ、増えましたね。すごいですよスピーカー。どれがおすすめですか。おすすめスピーカーですか。スピーカーで、ですね、今ちょうど並んでる、はい、ジェネリック、アダム、はあ、ここに、まあ、奥にざっと並んでるフォーカル、フォーカル、はい、この3つがですね、もうポケモン御三家みたいな。おフォーカルって高いじゃないですか。いや、ここまで来るともう業務用とかになるんで、値段よりかはもう音を聞いて間違いないものっていうお客さんが多いですね。はあ、安くていいっていうのはこのクラスなくやってきます。そういう思考はないですね、もうみんなね。安くていいじゃなくて結構プロ向けな、とにかくいいもの気はしますね。あとエントリークラス、まあここまでの大きさいらなくて、ご自宅とかになったら、うん、ちっちゃいのももちろんありますよ。この辺は値段安くて音もいいです。でこの辺とかね、もういくらぐらいなんですか。これで13万円ぐらい。13万、10万切るっていうのも中にはあるんですけど、はい、音はちっちゃければ音はいいですね。ガンガンに鳴らすんだとちょっと大きいの買っていただかないと。これマイクですよ。今みんな普通にみんなマイクとか買っていくんですか。うちはまあそうですよ、普通に。いや、なんかもう今ね、そのなんていうんですか、趣味の人でも家でこうマイク立ててなんかね配信とかしちゃいますもんね。そうですね、配信のニーズは本当に増えましたね。なのでそれ向けのものとかもありますし、まあ、ちょっと今もう最初にこうね、他のお店とかで安くて買ってるからランクアップしたいとかあったら、うちに来ていただければいいのは、あ、もういいのが揃ってます。とにかくいいのが揃ってます。配信で喋りで、はい、じゃあいい音で高性能でってなるとこれだっていうのは人気なのはやっぱり、ね、手話のレッスン。ああ、やっぱそうなんです。やっぱりよく見る形で、まあ、間違いないものです。その隣とかがSE エレクトロニック、ダイナキャスター、あとこの値段の中間がユニバーサルオーディオですね。この辺がよく売れてる。そうですね、湿度の管理とかしなくて、とにかく頑丈に作っていて、大きな音を突然入っても大丈夫とか、かなり頑丈です。で繊細に音声とか取りたいってなったら、もうやっぱコンデンサーマイクのスタンドがあってっていう、こっち系にはなります。はい、この辺結構気になる人多いかもね今ね。あ、こちらはもう、あ、これがなんか急に親近感湧いてきましたよ。そう、急に安心感あ、アンプもあるじゃないですか。アンプもありますし、まあ隣の部屋が、はい、コントロールルームっていうスピーカーとかで、はい、まあ、撮った音も調整する部屋の想定したリファレンスルームになって、ここはプレイヤーズブース。なるほど、
もうレコーディングスタジオ感覚ですね。そうなんです。なのでこう見ていただいたら分かるんですけど、明かりになってて、こちら向こうのコミュニケーション取れたりとか、配線も中つながってて、こちらはもっと防音がすごいしっかりしてるところなんで、いいですね。レコスタのああいいですね、この感じは、はい、ここで試奏できるのすごいいいかも。あの普通の楽器屋さんとかとは違うから、で実際のレコーディングスタジオでアンプがどう反応して向こうでどう反応してみたいなのが感じられるのが、ね、思想で感じられるのはすごいでかいかも、うん、うん、いいかも。あとは、家みたいなご自宅っぽい狭さで BPM やるとか、まあ、机とか、オーディオインターフェースとかモニタースピーカーもそうですけど、まあ、こういう展示もあります。すごいあれですね、現実的にちゃんとこう実用的にしていただいてるんですね、思想の環境が。まあ、あとは配信とかももちろんニーズ増えてきたんで、はい、まあ、そういう配信の機材とかもお試しできます。いいよ、ここはおすすめですよ、ギタリストの皆さん。思想しにギタリストそんなに来ないですか？まあ、録音ですね。なのでマルチエフェクターとかアンプってなると楽器屋さんの方が多いんですけど、アコースティックギターのマイクとか、うんうんうん、マイクから先のマイクプリアンプとか任せてください。アコギのマイクって何が人気ですか？何をおすすめしてます？コンデンサーマイクとかだとちょっと別の部屋になっちゃいますけど、はい、アコギマイクだと、アコギマイク気になる人も多いんじゃないかなと思って。多いですね。アコギのマイクだと定番だとアーカーゲーの C41、 あと最近すごい良かったのがオーディオテクニカ AP5000 番台の APC、こっちに、はい、これはやっぱりすごいナチュラルで良かったですよね。もちろん声もいいですし。ちょっと横からこう、ぜひ、あの金さんが出てきました。扱ってもらいたいなって思うのは、ぜひあのアースワークスのマイクか。アースワークス、もともと音響測定のマイクでして、今日のあのあれですね、後日上がる、はい、スパークステーションの映像で上がるマイクはちょっと古いモデルなんですけど、はいはいはい、アースワークスの SR20 というモデルで、もうすごい生々しい、そしてこうダイレクトにそのままを撮れるみたいな、透明感あるという方もいますし、生々しいリアルさを取れるという方もいますし、どれですか？これか QTC ですか？これか、今あるのはこの QTC なんですけど、あ、もう面白い形してますね。はい、ものすごいリアルな音なので、使っていただけるとびっくりすると思います。でもまた今の話ですと卓録で使われる方とかも多分いらっしゃると思うので、うん、ぜひルーイットの540S というモデルがあるんですが、ちょうど店頭にこれですね、540サブゼロっていうモデルがあるんです。卓録ですと、あの人間の可聴域以外のノイズ、ノイズをすごい下げたモデルって言うとすごい分かりやすいんですけど、家で撮ってもノイズが気にならない。もちろんそれは声でもアコギでもそうですけど、で値段も比較的、そうですね、10万以下の中であればミドルエンドぐらいで扱いやすいかなとは思います。はい、じゃあまたラッシュファブに戻ります。